ってどういう感想を持たれますか？うん、でもまあ就活っていうものもそのトレンドみたいなもんでね、本当に就活なんて言葉なんてなくてもよかった時代がたくさんあったわけでしょ、長く。うん、それはぶつ切りになってしまったからそういうことが出てくるわけで、銀行通帳がどこにあるか、そのものね、それは困るでしょう、なくなってどこの保険に入ってるのか分かんないって、それは困るでしょう。だからそれは資本主義のあるところの世界まで来てしまってるっていうだけの話ですね。僕らはやっぱりもう家族っていうふうなものが共同体っていうものも元の共同体に戻ることはできないわけですよ、近代以前の。だとしたらば、いわゆる遅延とか血縁だとかじゃない、そういう共同体っていうものを作っていって、なるべく家族だけは大事にしようとか、そういうことじゃなくてさ、僕はそういう意味での義共同体っていうのをちゃんと作っていかないとダメだと思ってる。うん、それが何でしょうか、新しい村の、日本の村の未来の村のあり方みたいな。そうですね、うん、もう医療制度もみんなそうですよ、本当に。まあ本当に何だろうな、いわゆるみんながあれできるホスピスみたいなものをちゃんとできていってね、無理なその延命措置はやらないですよ。うん、みんなその お葬式なんかだって、僕が子供の時代はみんなその町の組の連中たちが全部やったよね。全部それはもう今葬儀社でしょ、全部お金で。うん、どこかででもその昔の生と死が身近にあった生活が取り戻せないかなって思うんですけど、うん、それはもう難しいんでしょう。うん、だからそれはヒントとして、例えばあれですね、沖縄あたりの習俗っていう風なものを見て、何は捨ててもいいけども、これはキープしなきゃいけないよねとか問題ね。うん、そういう意味においてはその基礎文化っていう世界、その先住民族文化みたいなものっていうのは決して遅れてるっていうかさ、原始的でさ、軽蔑すべきものじゃないんだという。ネイティブアメリカンなんかだって、みんなもともとモンゴロイとかベーリング海峡をずっと行ってね、南米アメリカにもあれしたわけでしょ、みんな同じ民族ですよ。うん、彼らの知恵ですよ、知恵を僕らの中でどっかでキープしておかなきゃいけない。科学とか技術なんかの発展ばっかりそれを追ってたらさ、一番大事なのも失っちゃうかもしれないね。そういう学びの場として僕はその寺子屋、命の寺子屋っていうのを考えてる。そこには音楽とか何だね、その曹操はなんかみんなそうなんですけども、うん、スポーツっていうようなものも僕の中で欠けてたんだけど、ある一人の、まあ、サッカーを教えてる元 J リーガーなんだけど、やって出会って、そうだってね、彼は彼で大きな夢を持ってて、いわゆる木で作ったスタジアムは今半分作りかけてる、うん、伊勢原の方で。伊勢原、うん、神奈川県の、うん、死の準備ってした方がいいんですか？死の準備は毎日、うん、生きるってことは死ぬことだから、うん、そうです、うん、明日死んでも、そんな技術的に克服しようなんて無理だよ、うん、だから楽に死にたいっていうんじゃなくて、その苦しんでもその苦しみに耐えられる自分になりたいっていう、そういう発想じゃないとダメですね、うん、自分では選べないんだから。死は考えた方がいいんですか？そうすると死をこう寄せ付けないようにして圧を追いやるというのを身近に考えて備えるみたいな。そうですね、それはやっぱり日々生き方の中で学んでるってことでしょうね。本を読む時でもそうだろうしさ、やっぱり僕ぐらいの年齢になってきたらばもう死はそこにいるんだから、どうしようもないじゃない。そしたらなるべく仲良くしようと、うん、神道ってちょっと死を意味嫌うみたいな感じ。あ、神道、うん、神道、それ本当のことなんですか？いや、神道はね、不思議なあれでね、あれはさっき言ったようにその農耕民族と狩猟民族の違いですよ、うん、熊野は基本的には
京都とあんまりない距離ないけども、片方は狩猟民族。狩猟民族ってのは物を殺したり、ないがして、それで食べるわけですよ。それは全部、例えば女性の生理だとかさ、ね、それは血液っていうんだけど、血の汚れって、汚れっていうんです。お産、これも、産液っていうんだ。それから死液、死の汚れって。この三つっていうふうなものを、なるべくなくそう、なくそうとして全部払えというふうな形でやってきたのが、岩清水だとか、伊勢神道とか、そういうことになる。だからもうそんなの当たり前じゃない。もう、狩猟民族の世界の中ではさ、なタブーでも何でもないじゃないですか。だから、どっちが正しいわけじゃないのよ、もちろん。この両面は両方とも正しいというふうに考えていく。うん。伊勢と熊野は、まあ、2つあって、ワンセットっていうふうに考えた方が僕はいいと思ってます。なんか今日先生のお話の端々の中で、どっちかじゃなくて両方あっていいんだよっていうのを随所に伺いましたし、その先祖も我々も両方だし、いろんな人がいて、お金持ちも普通の人も、そうじゃない人もいて、それぞれが、普通に一緒に生きていくっていう、そこに上下があるわけじゃないですか。そうですね。なんかやっぱり一元的になると倒れやすいですからね。うん。多元的なものをたくさん、自分なんかあれするといくつもつっかえ方があるじゃない。こうじゃないといけないっていうのはダメなんですよ。うん。だから松本梅子さんっていう、キリスト教のあれで、100歳ぐらいで亡くなった人だけども、まあ知ってるつもりとかなんとかっていうテレビの中で何度も取り上げられた人だけども、彼女が言ってる言葉は、宗教とはこうでなければいけないからの解放である。人間そうよね。人のことをさ、例えば自分の子供のことをさ、お前はこうでなきゃいけないのに、こうだからお前ダメなんだって。今度は自分のことに対してもさ、ね、俺はな、本当はな、ああいう人間じゃなきゃいけないのに、でもこうだけしかないんだからダメなんだ。そんなもの全部脱ぎになった時に解放されるわけじゃん。それが宗教だよっていう、彼女が言ってる。どっちかというと、宗教の方がこうでなければいけないって言われてるから。まあね、それはね、逆なんだよね。宗教っていうのは、こうでなきゃいけないからの解放なんです。うん。なんかいろんな倫理がね、ついちゃうんですよ、宗教ってものに。宗教っていうのは本当に、自由を求めなきゃいけない、うん、だからこうじゃないと罰が当たるっていう宗教は全部偽物だ、全部お金を取るっていうのもそれも全部偽物だって思った方がいい、うん、まあ、救われるんだったらこの花瓶買いなさいとかさ、ね、300万だってそれで救われるんだったらいいだろうとか、ね、これは全部偽物。